のための力は必要ない。桜姉、この力を桜姉の役に立ててくれ。皮肉じゃな、八重桜。何時に敗れて、わらわの力はちりぢりに散って体もあのようになってしもうた。じゃが、何時の愚かさのおかげで元に戻ったわ。愚か、わらわは最初から何時であると分かっていたぞ。じゃが、飛玉丸から何時であっても善良な一面があると分かったのでな。飛玉丸よ、復讐はやめたらどうじゃ。復讐を諦めて善良なものになるのもいいかもしれぬがな。八重桜、昔はよくもわらわを痛めつけてくれたな。約束を果たさねばならぬようじゃ。
よく戻った、飛玉丸。えへへ、桜ね、ごめん。さっきは操られちゃってて。僕の本心じゃないよ。わかっておる。僕、全部思い出したよ。僕は昔、たくさんの人を傷つけた。桜姉にもひどいことをした。500年も前のことじゃもう気にしておらぬ。わらわが今案じるのは消息が知れぬカレンだけじゃ。